はいどうも、ゆうじです。今回はエンジニアをやっている自分の友達のリアルな声をお届けしたいと思っています。自分は YouTube だけじゃなくて Twitter でも発信してるんですけど、 Twitter の方で結構エンジニアの方たちとのつながりがあったりするんですね。定期的に会う友達も結構いるんですけど、やっぱり元エンジニアとかエンジニアの方が多いです。そういうエンジニアの人とか元エンジニアの人とよく喋ってると、共通してあることを言ってることが結構多いんですよ。それは何かっていうと、もうタイトルでネタバレしてるんですけど、エンジニアを辞めたいっていうことです。自分の友達の中には5年以上エンジニアをやっているベテランさんもいれば、1年未満の駆け足エンジニアの人とか結構いろんな人がいます。この両者のうち、エンジニアを辞めたいと言ってるのはやっぱり1年未満の駆け足エンジニアが多いですね。そういう人たちになんでエンジニアを辞めたいのかっていう理由を聞いてみると、やっぱり皆さん似たような理由を持っています。今回はなんで彼らがエンジニアを辞めたいと思ってるのか、その理由についてランキング形式で3つ発表していきます。エンジニアに限らず、何か大きな決断をするときはネット上にはびこっているポジショントークばっかりに目を奪われていないで、しっかりとデメリットとかネガティブな面にも目を向けて慎重に行動するようにしてください。特にプログラミング関連に関しては、インフルエンサーとか大手スクールが商品を売りまくっているので、エンジニアのいいところばっかりがネット上にあふれるような形になっています。そこで今回は最高裁判所と同じぐらい中立的な立場である自分が、友達から聞いたエンジニアのリアルな負の部分も全部話していこうと思います。もちろん今回1000人とか2000人みたいなサンプルからの話ではないので、自分が話す内容が全てではないんですけど、一情報として参考にしてほしいと思います。今回の内容が、これからプログラミングを勉強しようと思っている人、これからエンジニアに転職しようと思っている人の役に立てば嬉しいです。今回の内容が少しでもいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは早速いきましょう。友達がエンジニアを辞めたいと思っている理由の第3位は、勉強がしんどいからです。エンジニアと勉強は切っても切れない関係にあるので、ここに不満を感じ始めたら、もはやエンジニアに向いていないと言わざるを得ないですよね。水泳選手になりたいと言ってるのに、裸になりたくないと言ってるのと同じです。どの世界でも常に勉強して進化しなければいけないんですけど、特にウェブ業界、エンジニア業界っていうのは、その傾向が全職種の中でもめちゃめちゃ強いです。駆け出しエンジニアの人が未経験で転職するのは、大体がベンチャー企業になると思うので、そういう小規模なベンチャー企業ほど新しい技術とかツールをどんどんと取り入れるので、日頃の勉強量は多くなる傾向にあります。ある言語で書かれたものを他の言語で書き直すみたいなことも出てきたりします。他の開発チームにジョインすることになって、これまで一度も学んだことがない言語に触れることだってあります。自分の友達の中には、会社の中ではウェブ制作案件を中心に仕事をしていたんですけど、急に Vue.js とララベルを使った開発案件に携わってくれって言われて焦ったっていう話も聞きました。さっきも言ったように、こういったことは小規模な会社ほど日常茶飯事に起きます。ついこの間話した友達は、ララベルを使ってバックエンドの開発をしていたんですけど、急に Swift を使ったアプリ開発にも携わることになったって言ってました。いろいろな経験をさせてくれる企業ほど成長速度は大損ゲーなんですけど、ただ好奇心が旺盛じゃないとか勉強が苦手だっていう人はかなりしんどい職場だと思います。もちろん自分の友達は全員勉強はつきものだとか、勉強はしなければいけないものだっていう覚悟を持った上でエンジニアになってるんですけど、シンプルに現場ではそれ以上の勉強量が求められたっていうことですかね。自分みたいに勉強が全然苦じゃなかったりとか、好奇心が旺盛だったら全然余裕かもしれないんですけど、ただそうじゃない人にとったらエンジニアは向いていないかもしれないです。とは言っても、実際に現場に入ってみないとわからないことばっかりなので、めちゃめちゃ勉強を毛嫌いしてるってわけじゃなかったら十分に挑戦する価値はあります。友達がエンジニアを辞めたいと思ってる理由の第2位は、人間関係がしんどいからです。これに関しても IT 業界ではあるあるですよね。人間関係の問題に関しては、どんな会社どんな業界であっても、人と関わって仕事をする以上は絶対に一生避けては通れないです。仕事において人間関係問題を解消するためには、ブロガーとか YouTuber みたいな一人で完結するような仕事をするとか、あとは上のポジションについて全員を黙らせるみたいなことしかないと思います。それかフリーランスになって好きな人とだけ関わって仕事をするとかでもいいかもしれません。自分の友達の中には、自社開発企業で働いている人もいるし、ウェブ開発案件の受託をやっている会社で働いている人もいるし、ウェブ制作会社で働いている人もいます。ただこの中で人間関係で一番悩んでいるのは、圧倒的にウェブ制作会社の人が多いですね。自社開発企業の場合は納期がそんなにしんどくないし、優秀な人も集まりやすいので、心に余裕があって人間関係は悪くなりにくいんかなって勝手に思っています。一方で
ウェブ制作会社の場合はデスマーチになりやすくて、納品の2時間前にクライアントからデザインとか仕様の変更があったみたいな話も聞いたことがあります。自社開発企業と違って受託開発の場合は切羽詰まっていることが多いので、みんな心に余裕がなくて結構イライラしていることが多いと思います。それが人間関係の悪化につながったりするんかなって思ってます。それと受託開発企業は自社開発企業よりも入社難易度が低いので、変な人が紛れ込みやすくて、さっき言ったような労働環境と合わさって人に八つ当たりしたりとか、人に強く当たったりするような輩が発生するのかもしれません。この人間関係に関しては、個人的には自社開発企業に入れば結構回避できる可能性が高いので、まずはそこに入れるように頑張ることだと思います。友達がエンジニアを辞めたいと思っている理由の第1位は、他にやりたいことが見つかったからです。これは意外だと思うかもしれないんですけど、自分の友達の話を聞いている限りではこの理由が一番多いですね。エンジニアをやっている友達がフィットネスの道に行きたいとか、メンズ美容の道に行きたいみたいな、エンジニアとは全く関係のない世界を志したくなるような人が結構多いです。エンジニアを辞めたいって言い出す理由はやっぱりネガティブな理由が多いですよね。さっき言ったような人間関係とか勉強が大変だっていう理由の他にも、プログラミングの仕事が思ったよりもそんなに楽しくなかったっていう理由もあります。そういう労働環境に置かれた時に、そこから脱出するために自分は一体本当は何がやりたいんだろうということを本気で考え始めたと思うんですよ。そうやって考えに考えた結果、自分の本当にやりたいことが見つかってエンジニアを辞めたいと思っているパターンです。ここまでだいぶさらって話してきたんですけど、一番大事なことは、このエンジニアの友達がなんでプログラミングを辞めたくなって本当にやりたいことを探し出したのかっていうことです。皆さんはこの理由がわかりますか？それはなんでかっていうと、ただただ流行に乗っかってプログラミングを始めて勢いでエンジニアに転職したからです。今やプログラミングを勉強する人がめちゃめちゃ増えてきていて、そういう流行もあって35歳とか40歳ぐらいの人がエンジニアに転職するぞって言って勢いで行動する人がいるぐらいですよね。もちろんそういった年齢が少し高めの人もそうなんですけど、20代の人も全員同じことが言えます。つまり年齢問わず、誰でもかんでもプログラミングを勉強し始めて勢いでエンジニアに転職する人がめちゃめちゃ多いっていうことです。自分は Twitter と YouTube ともにプログラミング関連の発信が多いんですけど、ただ常にプログラミングに向いている人、向いていない人、転職するべきな人、するべきではない人、はっきりと境界線を設けて発信していますよね。流行に乗っかるっていうことは、伸びてる市場で戦うっていうことなので悪くはないんですけど、ただそこでしっかりと自分の今の会社の待遇とか家族構成とか適性とかを慎重に考慮して転職する必要があります。自分は現時点で動画を150本以上出しているんですけど、誰でもかんでもエンジニアに転職すべきだなんてことは一回も言ったことがないです。エンジニアになることのメリット、デメリット、そして適性がある人とない人、全部を平等に発信しているつもりです。それらを全部考慮して自分の人生にとってエンジニアになることがいい選択だと思えたら、その時に初めて転職してください。とは言っても実際に転職してみないとわからないことは多いので、特に若い人たちは自分に適性があるって思えたら転職してみるのがいいと思います。繰り返しになるんですけど、一番やってはいけないのはただただ流行に乗っかって勢いで転職することです。ただ勢いで転職してしまったとしても、自分の友達みたいにエンジニアをやったことによって自分が本当にやりたいことが見つかるみたいなパターンもあるので、それはそれでいい経験だとは思いますけどね。ただ自分が本当にやりたいことを考えることに関しては、別にエンジニアに転職しなくてもできることなので、できるだけエンジニアに転職する前にそれを見つけたいところですけどね。こんなことは少ないかもしれないんですけど、自分の本当にやりたいことを実現するためにプログラミングを勉強する必要があるっていうんだったら、エンジニアに転職しましょう。ここまでで自分の友達がエンジニアを辞めたいと思っている理由について話してきました。エンジニアっていう職業は確かにメリットが大きい職業ではあるんですけど、それなりに諸刃の剣であることは分かっておいてほしいです。もちろん人間関係、労働環境、開発案件と全てが素晴らしい条件が揃った会社に入ることができれば最高なんですけど、全員が全員そうはうまくいかないですからね。入社してからの勉強のしんどさとか、人間関係とか労働環境っていうのは入社する前にはなかなか把握しづらいので、ある程度自分で会社を見定めた上で、あとは天に祈るしかないですよね。日頃からセブンイレブンで募金活動をしたりとか、地元の神社で参拝をしていれば、それなりに月は回ってくると思います。今回の動画がこれからエンジニアを目指す人の役に立てば嬉しいです。内容が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。